え今日は今日のまっちゃんちょっとだけ背伸びしちゃったお茶割りロング感だってあたい今日ち,ちょっと飲んでみたい気持ちやから <noise> ケーピああ <laughs> <noise> <noise> 上やなさあパチンコ負けた時とさポケモン負けた後のさ酒が一番上やそこでマッツンちょっと買っちゃったマックのポテトはいね揚げたてもう今日買っちゃったの。 買っちゃったの。卵ダブル。ちょっと初です。卵ダブル。平成マックでしたっけいや、ちょっとね、食べてみたいなと思って、大丈夫かなって思。今日カップラーメンも昼食ってんだけど、まあね、あの2食目ですね。はい。こな風になってて、はい。ちょっと飛んじゃってますね。ハンバーガーと卵が、 挟まってまますが、まあいってみましょうかいただきますこういうのでいいようんなんかななんかなんちゃらなんちゃらバーベキューソースとかさなんちゃらなんちゃら黒胡椒アーダーコーダーとかもううめえけどこういうもう卵と肉そしてソースこんなこれでいいわ うまいわあっこれ俺の中でマック史上一番うまいわソースがおいしいですうん粗挽き胡椒がたくさんふんだん使ったこれはオーロラソースですかねうんそれに卵そして2枚の肉うん いやー負けちゃった。まあ、もういいや。俺がなんでそんな空気にし、せっかくみんなが今気遣ってポケモンのことコメント打ってないのに、俺が今空気悪くしたな。すまん。うん。すまん。すまん、すまん、すまん、すまん。うん。すまん、すまん、すまん。申し訳ない。申し訳ない。うん。いいの。みんな違ってみんないいの。人は人なの。そう。僕はマスタード。君はバーベキュー。それでいいじゃない。 なぜ見下す癖がつけてしまったんだろうかいただきますうわっあっいめやうんうまいねうん <laughs> 最近ねあの「わざと迎かいじた」っていうのが俺の中で大やってあのそうでさあの子供の時に おばあちゃんとかお母さんとかお父さんとかが向かい所でやってるのを見てなんでそんな,なんかこう宇宙人みたいになんかこう動物みたいに食べるんだろうって思わなかったえっって思わなかった俺思ってたのずっと最近わざとやってみたんだよこう言ったると最初にフィットするのが舌でうめえこれお寿司をひっくり返して食ってみろ理論と似てるんだけどなんかうめえ部分が舌に最初 着地して、うめえんだよ。あ、これ、うめえんだって。うん。<laughs> 俺の親、そんなことしねえよ。まあまあ、そういう人もいるかもしんない。うめえ。ベロで。回転寿司で、そう、俺はやってる。回転寿司で、れであのネタをひっくり返して、ちょんちょんってつけて、あの、必ずネタが下にくるように、うん。これ、こういう食い方一番うまい、うん。俺はね、マスタードをこうやってつけるじゃん。で、 マスタードがベロに着地するんだよ。エイムを合わせろ。よくしっかり見てな。エイムを合わせて、それで、えこれが本当にうまい。本当に美味しい。しい。先に、口でパクってやるとさ、下に乗ってないから、味がわかんねえんだよ。<laughs> いや、なんで笑ったかっていうと、本当にこのおじさん、話すネタがねえんだなって今自分で思ってさ、<laughs> とうとう、 向かいじたまで引っ張り出したからって今自分で持って笑っちまった <laughs> そうそう <laughs> そろそろブラックリスト5000人い行くんじゃねえか多分行ってないほんとにすげえぞ最近なんでさこんなにアカウントが増えるんだろう200分の5011おめでとうございます 5000突入しました。あの、うん、このまま、1万を、えー、ブラックリスト1万人をですね、あのー、僕は、はい、頑張っていきたいと思います。はい。1万に行ったら、1万行ったらちょっと、ちょっとシャンパン開けたいなと思います。自分自身に。うん。は許しい発ず絶対死ね。絶対死ね,え対しねえ。いや、だ、ね、やってもでも意味ねえなと思うよ。じゃあさ、俺5000人、わかんないけどさ、俺コメント見てなかったらわかんないけどさ、あれでしょ結構、あのー、アレッサーみたいなことしたじゃん。 多分、誹謗中傷者らの文句だのとかさ。そう、でもあれだぜ。あのー、ガチャガチになるんだから、多分これブラックリスト意味ねえよ、多分。俺、多分俺ね、多分ブラックリストに関しては、そこら辺の配信者にあの関しては、俺右に出るものはいないと思うけど、結論意味ないわ、あれは。うん。あんまり意味ないと思う。うん。ちょっと朝もさ、同じようなこと聞いたんだけど、俺、くるる、あ、く、ん何だっけ、くくるか。くくるしか俺、食ったことないんですよ。大阪のたこ焼きって。 でもきっと、現地の人から、あ、したらあるでしょククルもいいけど、こっちもいいよ、みたいな。ククルー街田にあるぞ、嘘こけ。嘘こけマジかよ俺、ククルクイに大阪行ってたりしてたんだから、嘘だ、そんな、嘘だうわ、東京、東急ツインズにありながら、ふざけんな、マジかよ。ひでえ。街田にクルル、ククルがあるわ。 俺何しにじゃあ大阪行ったんだよじゃあくくるあんのかよ近くに一番近くにあったむしろ俺今日ワンチャンくくる食いながら酒飲めたじゃねえかツインズだったらマジかよお願い絶対見て分かったただ黒ずくめのどこさんハードルが高いぜそれ何なんだ 生え際どうなってんだよ、これ。おははは。生え際どうなってんだよ、これ。毛深いな。これ。さすがに俺のデコじゃ厳しいわ。ここだよ、生え際。ちょっときついわ。少しきつくないですか、それ。 どうなってんだよ。<laughs> ここなんか <laughs>、時空歪んでんじゃねえかよ。な,なんでここにつむじがあんだよ、ここに。かわいそうだな、なんかそれ。えー、こういうのがあるんですね。へー。ああ、なんかこれだったら、なんかワンチャン短くして、なんかできねえかな、金髪にしてな。<laughs> はい。うん トンちゃんの飲んでり話になってるから、トンちゃんの行動でやばいと思ったのはみんなでポテチ食うときにポテチを取って、指を舐めるという繰り返すのが好きって話。完食してからじゃなくて食ってる途中にやるのに引いた。そうなのかなわかんねえけど。俺そんなことやってんのかな俺ワンチャン嘘なんじゃねえかなって俺思ってんだけどな。俺やってんのかそんなこと。やってんのかな記憶にいねえんだよな。うん テリワンで視聴者と立ったときに、女なら化粧で忙しいから勝てるって言ったのとロンデリアと、そんなことは、それどういう意図で言ったんだろうね。女は化粧で忙しいから勝てる。どういうことだテリワンの戦いで、そのカード言うかでもね、俺、個人的にはねさ、あの、その、勝てるか勝てないかは一回置いといて、個人的には、あの、女の子の、 ビジネスマナーのビジネスマナーでの化粧とかが、まあ、あまり納得いってないことがあって、忙しくないだってお、俺なんてさ、仕事行くときさ、寝癖をさ、あの、化粧水で俺。化粧,化粧水をもう頭にくいでビャーってつけて、プシュプシュプシュってやって、で、そのまま、パーって会社行ってたんですよ。もう、あれ、なんか分け目が、どっち、どっちかこっちか。うん。だけどさ、女の人ってさ、 やっぱり朝起きてさ、ねえ、ね、なんでこ、なんでそう思ったかっていうと、とある、あのー、女の子が全く化粧をしな,かしなくて出勤したっていう事例があったんですよ。で、あのー、やっぱ対人、あのー、対人職ってなるとさ、ちょっとこう、ま、全部、あのー、まっさらなすっぴんで仕事行くってなると、え、それどうなのって思う人も、 いたたらしくて、まあ、指導が入ったんで,すよ、ね、でも俺別に良くねってちょっと思ったんだけど、まあ、実際ちょっとそこってさすごいまだ難しい問題で本当に人によっての価値観があのバラバラでさ要は何が言いたいかっていうとあのサービスを受けられる側お客さん側がなんかななんかちょっとこう変に思うんじゃないかってやっぱ思う人がいたんだよね。まあ、実際それが1人でもいる以上 なんかやっぱサービスする側からしたらさ化粧しないといけないんじゃないかみたいななんか意見があって、うん、難しいなそれと思ってだからとりあえず今はなんかそういう意見がある以上、まあ、やらないといけないっていう人がいるんだねってなった以上やっぱ女性の方がさ、まあ、24時間有限じゃん平等ではねえなと思っちゃったんだようんほんとまあさしかもさあのー こんなことを言って申し訳ないんだけど、やっぱり、あれもあるじゃないですか。月一のね。その日、あの日もあるじゃないですか。俺たちなんでさ、ねえ、毎日こうやってさ、ぴゃーってやって、こうやって、こうやって見て、こうやってこ。こうじゃないですか、もうこうやって。こうやって、こうやって、ぴゃーってって、ぴゅーってさ、そう,そう。ねえ、あの、そんなの本当に逆に嬉しい日なんで、俺たちにとってはもう、毎日がエブリで。うん。てりわのことに関してはちょっとよくわかんないんだけど、やっぱり俺女性の方がね、まあ、 24時間365日の、この、自由な時間を使うっていう意味では、なんかちょっと、裂かれてるように俺思うんだけどね。だから、よくあるじゃん。あの、女性と男性の飯行った時に、どっちがおごるかおごんないかとかさ。まあ、それはもうその人に合わせりゃいいんだけど、な個人的にはね、まあ、ちょっとこう、まあ、少しぐらい出してあげた方がいいんじゃねえかなとは思う派。どっちかっていうと。 で、テリりンの話に戻そうか。あのー、俺がこう言ったらしいわ。まあさ、女は化粧で忙しいから負けるわけねっぺと俺は言ったらしい。うん、それはどうなるあのね俺、レッドスパイダーさんとさ、あのー、お会いした時があったんだけど、あのー、レッドスパイダーさんってそのレゲエのほんとトップの人。 日本のレゲエのトップの人が、あの、ライブやってるところを見に行ったんですよ。で、もう、すごいんだよ。あの、めちゃめちゃ観客を煽ってんの。おい、お前ら何やってんねもっと騒げみたいな感じで。で、俺、それ見て、配信見てたなと思って。なんかこう。で、俺、レッドスパイダーさんに言ったんですよ。なんか、俺、今日思ったんですよ。レゲエのライブ見て。配信ってレゲエだなって思いました。っつって。で、レッドスパイダーさん、お、おー。 おおーんって。<laughs> まそうかもなーっつって。うん、そう。おおんつって。うん、でもね、あのー、レッドスパイダーさん、それをね、あの取り上げて意見してたよ。確かに、あのー、その時のなんかこう、感情とかライムを、こう、なんとかな、言葉に出して放つ。うん、まあ、配信も確かに似てるとこあるよね、みたいなこと言ってたよ、うん。いや、フォローしてたかどうか分かる。だから、俺も、 頭では別に、本心ではそう思ってないけど、まあ、あることないことちょっと言っちゃうときもあんのかな配信、イコール点々、レゲエ、理論で言ったら。<laughs> 別に面白かったら何でもいい。<laughs> そうですね。はい。はい。すいませんでした。はい。そうですね。その通りです。はい。その通りです。<laughs> レッドスパイダー <laughs>、おめぇ、レッドスパイダーの何でもネクセしてた、マスカ期待値って、おめ逆にお前お前マスカ期待値ってお前あれだぞ、お前。 な、あの、なんだこれ、国分大地かそれもどっちだ、これ。わかんないけど、そっちにお前、迷惑かけてんじゃねえか、お前よ。な人の名前をもじってお、お前。自分にブーメラン刺さってんじゃねえか、マス大地か。まあ、違う、メールの、メールはインディグネーョンのあのー、ツイッターの方のやつは全く見てないっす。はい。で、も申し訳ないんだけど、あのー、視聴者からのメールがごちゃごちゃしちゃうと、なんかその、既読漏れみたいのがあることがあって、 視聴者からメール来たやつは全部あの受信拒否しちゃってる。申し訳ない。そこは本当にもう完全にお仕事用ってしちゃってるから。あの、インデック電線の方はあの見てるよ、俺は。ひどいっていうか、まあ、あの、だってそれはもうご依頼用とかそういうのだからさ。そう。ひどいのかなそれ。だから俺はあの、自分用のやつは自分用であるからさ。そう。ひどくはないと思うけど。別になんか悪気があってやってわけじゃないから。こっちの管理とかさ、そっちのあの、問題でやってるから。やめていただきたいのが、 の依頼用のメールにね、わかんないんすけど、なんかね、俺ね、ちチンコの写真とか、これね、これ、言いたくないけど、マンコの写真とかも送るんだよ。なんか、パイパイの写真とか。で、俺、そんな嬉しくねえんだ、俺。で、何よりも、それをさ、自分のマネージャーとシェアしてるやつだから、なんか、気まじんだよな、なんか、一緒にこう、見るときとかに。そう。ちょっとね、気まじんだ。 そうおねえだからちょっとやめていただきたいわマネージャーは男性女性の残念ながら女性の人じゃない若干マネージャーって喜んでんじゃねえかなって <laughs> そんなことないけどそう田中さんにしよう「田中さーん!」ってこんなの着てますけど喜んでんじゃないですか本当はっつって見て中押して「いやそんなねや,、あのー、やめてくださいそんな顔」つって。 えー、その人は何も、いや、みんなの本当に知らない人だし、この舞台に出ていかない人です。つけてからすごくあのやりやすくなった、いろいろだ。例えば、YouTube のアップロードとかも全部やってくれるし、あのー、こういう、一番は、一番嫌だったのは、こう、案件ってさ、俺ほとんど受けてないんだけど、ただ、あのー、返信はしなきゃなと思ってんだよ。やっぱ、会社員やってたからさ、なんかこう、 お断り用のビジネスメールっても送んないといけないかなと思ってたんだけど、それがやっぱ1ヶ月とか過ぎたらさ、こっちがマナー悪いからさ、ちょっとそういう、あのー、返信とかもやってくれてて、ありがたい。そんぐらいてめえでやれ。うん、かなかなかできないんだよね。配信さ、あの、9時間とかやるじゃん。でさ、その後やっぱメール見る,き見る気になんなくてさ、すぐ寝ちゃったりするから。そう。いや、ちょっとね、まあ、一度お前も社会に出たらわかるわ、きっと。 だからね、配信することだけっていう風にこうできるから、うんう、キャパがオーバーしちゃう。一言多いかなわかんない。俺今、そんぐらいてめえでやれっていう攻撃を受けた側だから、ちょっと悪態ついたの。だから、俺は別に間違ってないかなと思ってる。うん、別にあのー、俺、なんかこう、攻撃されたら見下すから。基本的に。成人俺見下さないから。 最近見てなかったんですがモデレーターは解雇して。いや、そんなことないですよ。います、います。ハイパー有能モデレーターが。<laughs> なんだっけ、ちょっと、すごいっすよ。無能で、いや、それは、あの、視聴者が決めることじゃない。俺が決めることだから。俺にとって有能かどうかが大事だから、あの、視聴者が決めることではない。視聴者の言ってるのはただの文句。なんだっけ、これ。<laughs> すごくないこれ。これ。<laughs> これ ちゃんとさ、あのー、本当にね、めちゃくちゃ有能で、自分で撮った、これバンしてくれたやつの集計してくれてんの、こうやって。こういうふうに。<laughs> こういうふうにね、あのー、決算報告までしてくれてんの、こうやって。そう。うん。ちゃんと。 番属性あの、2023年3月母数、4月母数っつって、そう。で、まあ、一応、あの、なんかこう、あのー、三角のところは減少、だからこの、誹謗中傷に関しては、あのー、先月と比べて減少傾向です、とか、そう。対立煽りは、あのー、どんどん毎月増えてます、とか。今、ちょっとコメントの空気ってこういうふうになってます、みたいな。これをね、なんか結構、あの、あれなんですよね、そう。有能すぎないと思って。 すごいなと思って。すごいっしょ、これ。まあ、いろんなことがあって、モデレーターをやってもらってるんだけど、あのー、全部さ、自ら提案してくれるから、こういう風にやりますね、こういう風にやりますね、つって、でデータもこういう風に出しますね、つって、あのー、そこまでちょっとやらなくて、やるようなことを想定しなかったんだけど、もういろいろ、自らどんどん提案してくれて、意欲がめちゃくちゃある、本当に。 そのデータもらってどうするのあの、ま、あどうもしないね。なんか、ま、あ現状は、まあなんか、とりあえず、あ,あ、そう、確かに、確かに、どうもしてないわ。うん。どうもしてない。そう。どうもしてないわ。へぇーっつって。そう。そうなんだっていう、こう。なんか <laughs>、まあでも、まあまあまあ、あのー、そう、要注意リストみたいなのがあったりとかしてな、ね、いそう多分ね、あのー、自分で言うのなんだけど、多分、配信会1、多分、 すごく、あのー、なんか、配信者のことを考えてやってくれてるなって思う。本当わかんないけど、他の配信者がどうか知らないけど、そんぐらい、なんか、あれだわ。気に入っちまってる。布団ん応用行動分析って知ってるあの、知ってます。はい。ABA 分析。どっちかって言ったら、あのー、今、発達系の医学で使われてますよね。あのー、あ、僕話していいですかあの応用行動分析について話していいですか はい、いいですかいいですかいいですかはい、わかりました。話させていただきます。えーまあ、いわゆるだからの、パブロフの犬っていうのがありますよね。あの、オペランド条件付けの話をします。ね。あのー、ベルが鳴ったら、餌が出る。はい。その繰り返しました。ベルが鳴るっていうのを A だとします。そして、あのー、いわゆる、えー、その、B が結果だとします。ね。あの、餌が出ます。そしたら、よだれが出るという。はい。そういうやつが、まあ、あのー、 まあ、パブロフの犬の、ねはいあのー、実験だと思うんですけども赤ちゃんも一緒なんですよね、はい、やっぱりねなんで泣くのかとか赤ちゃんがなんで、あのー、こうぐずったりするのかなんで言うこと聞かないのかそこもね、あのー、あのパブロフの犬とかにこう通ずることがあるんですよねはいえー、浅いはいい、まあ、わゆるだから、えー、応用行動分析ですよね、えー、ちょっと待ってください応用行動分析 えー、確かそれだと思うんだよな。えー、っと、先行刺激があって、えー、結果があって、で、それで、えー、なんちゃら刺激があって。まあ、ちょっとすいません、あの、忘れました。忘れました。すいません。忘れました。はい。すいません。忘れました。あの、ちょっと、ちょっと勉強したことあるんですよ。俺、オヨ行トムセの本買ったんですよ。俺、結構医学書持ってるんですよ。 あ失敗したわ。これちょっと忘れたわ。うん、忘れたわ。でもね、あの、コーチングとかその辺に結構通ずるところがあるから、勉強しとくといいかもしれないですよ。なんで僕は今、この環境でこういう手段をしたらいいかっていうと、こういう理論にのっとってなんですっていうと、あの上司もあ、そうか、じゃあ、応用行動無分析っていうのがあるんだってなるから、ちょっとあの勉強してみてもいいかもしれない。すねぎはそってません。うんうんうにゃうにゃうにゃ。うにゃうにゃ ちょっともう一杯飲んでいいですか今日まっつんお茶割り以外に飲みたいって思ったやつあったのだって来る日もお茶割り明日もお茶割昨日もお茶割そんな中で今日見つけちゃった値今日はこれで酔ってみたい本搾りオレンジライム本搾りっていうのは皆さんこれ美味しいんですよなぜならばお酒なのに果汁が26%も入ってるからねジュースでもこんなに入ってるものないわけ でね、これをどういう風に飲むかっていうと、このままひっくり返すんだ。そして、イメージね、詰まってた果汁がブワーって上に行って、振るとね、プシューっていっちゃうんで、一回ひっくり返してそのままぐらーんって戻すんだ。ね。ちなみに炭酸っていうのは知ってますこれね、まあ、あの、皆さんにこんなこと言うのはなんですけども、僕これ振ります。はい。これ開けたら、 失敗しますじゃあどうするかっていうとこれをちょっとやだこのようにゆっくり転がすわけですねこのままゆっくり振ったジュースですけどもゆっくりこのまま転がすんですよそうこのままゆっくり転がすんですそうゆっくり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  ちょっと、やだ。ちょっと、ゆっくり転がすんですよ。そう。ゆっくりね。ゆっくり。で、そして、<ん>はみ出てる。ああ、ちょっとごめんね。はみ出てたら申し訳ないんだけども、あのー、はみ出てるはみ出てんのかなえー、で、嘘。はははは。で、それで、あの、 ほら、あの、玉袋なわけないだろう。玉袋じゃねえよ。ちげえよ、ももの肉だよ。バカだれが。ももの肉。そう、金玉、違う違う、金玉じゃねえ。大丈夫。まあ、一回その話はやめようか。一回ね。その話は一回やめよう。一回やめよう。うん、俺今ね、ちょっと、今、ちょうど自分のね、 コメンあのこ,こっちでもコメント見てんだけど、今ね、あの、一瞬一気に、あのー、人がね、800人ぐらい減ったの今。一瞬ね。で、今回復してきたの。これ多分、俺の予想なんだけど、ブラウザバックして、多分、キャプチャー見に行ったバカたちだわ、これ。うん。これ、絶対そうだと思う、多分。バレてんだぞ、お前ら。な。お前らだからな、これ。うん。ね。 <laughs> まあね、ちょっといろいろありますよね。これ枠消えます。多分、すいません。多分あの、なぜかというと、過去にこういう配信がありました。俺はチンポは出してません。一回もチンポだけは見せてません。だけど、あの、視聴者がチンポだってもう思った以上ハラスメントなんですよ。よくあるじゃないですか。冗談のつもりでした。でも、受け手側が誹謗中傷されたと思いました。それはもうね、 ハラスメントなんです。だから、チンハラっつって、チンポ出してるぜ、ウェーイ出してないんですよ。でも、やだ<っ>何この人エッチってなった以上、ハラスメントなんですって。だから僕も今多分そうですね。うん。なので、まあ、これは枠は消えると思います。本当にすみません。申し訳ないです。えー、でもね、俺もさ、あの、配信ずっとやってて、バカになっちゃったなって。 思ったのが、仮に、ケツの穴だろうが、弾だろうが、別に死に、死にやしねえからいいかっていう。なんかそれってやっぱ、悟りの境地なのかな別に。なんこれ何のダメージもなくてさ、竿は無理なんだよ。皮かぶってたらいい。別に。ムケチンはやだ。本当にやだ。だ言ったらば、まあ、あの、俺一回さ、喉荒れた時口の中見せたけど、あれ チンコ見せるぐらい嫌だった、本当は。なんかね、内臓ってやっぱ嫌だわ。うん。嫌だな、なんか。ずりーな、お前らって本当になんかさ、なあ、柵の外からさ、石投げてさ、なあ、安全なとこで、なあ、守られてる中でさ、なあ、俺、俺だけなんかさ、動物園の内側にいる マントヒヒとかゴリラみたいな感じでさ、コメントっていうよ。なんかな。まあ、でもいいけどね。聞いてないし、別に。うん。おえちゃんの件視聴者うるさいからまとめ見て総括してやってよ。えうるさくないだろ。おえちゃんはもう、鎮火しただろ。もう、あの、悟りを開いて。なあ 大江のを開いてさもう,じ終わったろもうあれだろ多分ここでさ本当にあれでムカついた俺全くムカついてないし無事笑ってたんだけどあの本当にここにもさ俺ちゃんの件でムカついたとかっていう人いるかもしんないけどもうあれだろまああれ俺もどうかしてたって思ってたろじゃぶっちゃけ言ってみたなんかあの時俺もどうかしてたなってそうなんか確かあの時のなんか流されてたなみたいな多分だからあれも不思議なんだよねいいんだよどうでもよくて 本当に。俺ずっと言ってんじゃん。人のさ、浮気だのなんか色恋沙汰のってさ、どうでもいいんだよなと。むしろあれでくっそ笑ったって人は、まあ、俺の中で勝ち組だな。ほんと。よかったわ。あの、本当鬱打つにもきっとならないし、人生豊かだと思うわ。本当あれで笑われてた人は、マジであの、<laughs> 豊かだと思う。ほんと。ダサいやつだよ、いちゃん。なんか、それも面白いじゃん。だから、それで、あいつ、本当にダセえわ。なんか、 じゃなくて、なんかあいつ、おい、なんかあいつ、なんか、悲しんでんな、クソ受けるわ、みたいなさ、そっちの方、そっちの方が俺、いいと思うんだけどな。なんか、わかんねえけど。ギャーって、あいつなんか、坊主にしてるぞ、みたいな。あれ、クソ笑っちまった。あれ、マジで、クソ笑っちまったもん、あれ。本当に。あ、なんかさ、マジな顔してさ、 違うだってさ、マジでな顔して、坊主にしてるから、笑っちまった、本当に、おなんか、本当に笑っちまった、あれ、あれ、本当に、ありがとうって思ったもん、本当に、おえちゃん、本当に笑顔にしてくれてありがとうってって、ほんにね、前言ったじゃん、1週間後にはもうさ、って俺言ったけど、1ヶ月後、2ヶ月後、1年後にはね、むしろね、褒めたたられてるよ。 潔いわ、あんだけ、しっかりさ、向き合って。うん、この手何あの、最近ね、あの、好きなの、こういうあの、ちょっと、二重のまやちゃんみたいな動きが、この。これ好きなのちょっと。すまん、遅刻したわ、ポケモンいつか。あのー、9月 ?9 月6日ぐらい。うん。 <laughs> ヘドロ爆弾撃ってたらな、って、マジで本当に辛い <laughs> ヘ。ヘド爆ヘド爆撃ってたらな、って本当に。俺さ、だってさ、久しくさ、自分の地元の友人から来たわ。お,おめえ、あの時なんでヘド爆撃たなかったんだってさ。地元の友人から不在着心まで来たもん。なんでも撃たなかったんだっ,つって。 ただやっぱね,ねじきやりすぎたってのがあるなやっぱなそこそこあの本当にこう割と推測する能力はね初めてソウルシルバーやった時と比べたらよくなったと思うんだけどちょっとタイプがねうんいいプレイできたと思うんだけどなずっとコメントしてから言うか「おい布団俺の」 親の水虫ががって太ももにカビが生えたこれってもしかしてすごいことなのかもな俺のカビをお前のメラノーに分けたらどうなるかなあのー、僕もねあのー、社会人1年目に実はねカビ生えたことあるんですよどこに腕にずっと腕が痒くて痒くてたまんなくて当時あれ何でしたっけあーっと俺も本当病院に勤めてないから忘れちゃった あのー、病院で勤めてる人がめちゃめちゃ危惧するあのー、あー、虫。違う親近じゃない。病院に勤めてる人が、もうあの、病院を閉鎖しないといけないぐらいの。海鮮そうそうそう、海鮮そう。海鮮がちょっと流行った時期に、俺なんか、海鮮ってさ、怖いのが、あの海、ー、鮮っていうね、あのー、その虫がいるんだけど、怖いのが、あのー 感染すると、自分の皮膚の下からトンネル通るのよ。こうやって。ハムナプトラみたいに。ハムナプトラみたいに、まあ、そんな大きい虫じゃないんだけど、めちゃめちゃ小さいんだけど、皮膚を食って、皮膚のこの皮下のところにこうやってビューってこうやってトンネルを掘って、そこにね、めちゃくちゃそのトンネルが痒いのよ。そう。で、それは、もうほん患者さんにも映るし、もうほんにこの病棟を閉鎖しないといけないっていうぐらい、 やばいやつなんだけどまあ,あのそういうのが流行った時期があった時にあの俺めちゃくちゃ腕が痒くなっちゃってで、まあ、もちろんそんな環境の中だからカイを疑うわけですよで実際皮膚科に行って顕微鏡で検査してみたら、あのー、56人ぐらいの従業員で検査しに行ったの「俺もかいい私もかいい俺もかいい」っつってで4人はカイだったので俺だけ「君 だけカビですねって言われて <laughs>。で、それは報告書として上司に持っていかなきゃいけないんだよ。で、5人中4人は回線でした。それでは出勤停止しますっつって。で、俺だけすいません、僕だけカビでしたっつって。おめ風呂入ってんのかって,って入ってるつもりなんですっ,つって。入ってるつもりなんですけど、なんで僕だけカビなんですかねっつって。そう。それでね、恥ずかしい思いしましたね。そういえば。あの、医者も終わらせてたもん。松本さん、 君だけカビですっつって。あれ、マジでショックだったね。うん。1年目だよ。まだ1年目ってさ、あの、雑魚キャラじゃん。会社員の中で。そのさ、なんか3年目とか4年目とかの先輩とかさ、いる中で、俺だけカビでさ、そう。普通に仕事してたよね。だからね、もう包帯巻いて。親近だった。ちなみにそのカビの名称は。ははは。 俺、喉にもカビ生えたことあるんですよ。喉はカンジダでした。だから俺、カビ、あのね、基本的に、あのー、ウイルスとカビって、まあウイルスとカビっていうか菌ね。菌とウイルスって、まあ、サンスクムみたいになってんのよ。まあ、あのー、あれかな。その、ウイルスと、ウイルスが多いと、あまあうまくいないな。な、なんだろう。まあそう、まあうまくいるんですよ。僕らの体の中にはウイルスとカビが。 なんかね、俺やっぱね、市販の風、風邪薬飲んじゃうんですよね。あ、なんか、風邪っぽいな。風邪薬飲むべって。バカ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 飲んでて。で、そしたら、抗生物質を使うとウイルスの値が下がるわけですよ。そうするとカビが、うわー今ウイルスいねえから、いやっちまうぜっつって、カビがめちゃくちゃ活発になって、なんかね、俺の体の中で悪さして発症しちゃうんですよね。 だそれでね、やっぱ、喉にカビができた時はつらかったね。で、しかもね、それが離婚した時期だったんですよ。で、喉にカビができた時めちゃくちゃやばいよ、本当に。で、自分が悪いんだけど、周りからクソ心配されるんですよ。松本くん、メンタル今やばいでしょ、みたいな感じで。大丈夫だよ、みたいな。いや、そんな大丈夫なんですけど、みたいな感じで。そう、カビなんだけどなと思って。まあ、でもいいや、つって。 逆になんか休めていいや、つって。カビキラーで、そういうのじゃない。まあそのカビに対するお薬を俺飲んでた、その時。だからあれも一緒なんですよ。あれ、幼連菌もカビでしたっけあれ、ウイルスじゃ、中にお医者さんとか看護師さんいませんかちょうど僕、去年幼連菌になったんですけど、あれはカビですかウイルスですかあれ、菌ですよね。だから俺ね、菌になること多いんだよな。 ウイルスになること、ウイルスで発症することあんまりないわ。菌ばっか。白血球もね、あのー、少ないんですよ、僕。毎回ね、ローなんですよ。あの、検査すると。白血球数が少なくて。まあ、あの、少ないって言ってもめちゃめちゃ少ないじゃないっすよ。本当に、ね、あの、ちょ、ちょっと少ない。だから、ちょっと風邪引きやすいのかなって。そう、免疫力が多分少ない。うん、もともとね、体の中こう、体質的に。 ちょっと、で、うちの親父は、5年前だから、55の時に、寝てる最中に、お母さん足がもげた足がもげたっつって、救急車呼ばれたんですよ。そしたらもげてなくて、痛風だった。だから怖いんですよね。痛風のサラ,サラブレッドで。うちのお父さん、割と幻覚なんですよ。あのー、割とこう、こわもてで、弱いとこあんまり見せないんですけど、痛風って、風が当たったら痛いって感じぐらい痛い。 まあそ,それが痛風なんですけど幻覚ではないですねまあ痛風ってこれさ俺痛風の説明できるかな俺内科苦手なんですけどこれ間違ってたら申し訳ないんですけど関節があるんですけどその中に尿酸っていうのがこうやってあのギザ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 コンペイトみたいな形してるんですよで関節の内側のここってめちゃめちゃ神経が豊富なのでその中に痛風の元になる尿酸が このギザギザになったやつが、ここにチカーって当たると、いーってなるのが確か痛風だったと思う。確か。ちょっとごめんなさい。僕リハビリなんで、内科苦手なんですけど、びっしりそれがあって、もう、トゲがさ、もう自分の、もうだから、ね、なんか、無心刺されたらこうやって払えばいいんだけど、払えないからね、それは。うん。ためになる講習をしてくれ、いや、あのー、 ためになる公爵つってもうそんなねえぜ、俺。日々だってアップデートしてねえからさ。インプットしてねえから、俺、うん。ポケモンのことしかインプットしてねえもん、最近。どこに何の技マシンがあるとかさ。社会に役にあんまり立たない、インプット。ないぜ、俺。逆にヨッちゃんはすごいインプットしてるわ。何でもしてんもん配信会とかでもさ、おい、じゃあ今から名古屋行って配信してくえ 俺にワクチンの話させるんですかとかさ。くだらねえように。え今から俺、じ、まっちゃん、配信で地震の話しましょうかとかさ。あいつはね、なんかよくわかんない。ネットのインプットすげえしてるわ。よくないインプット。なあ、なんだっけよっちゃんと名古屋で行った時、あったよなあの、なんだっけ竹島の話とかさ。<laughs> あれ、あれさ、あいつ酔ってたな。あの時。 竹島の話、私しますかえーとね、あの、竹島っていうのはね、あのね、みたいな感じで。そう。結局俺さ、俺ほら、あんまり歴史苦手だから、本当に純粋に知りたかったんだけど、なんも、あの、あれ地獄だったよね、あのカラオケ。俺も地獄だったもん、俺。あれ。おめえが降るからだろ。いや、だってさ、あの、でもさ、答えが返ってくるかなと思った。全然違う答えが返ってきてさ、あれ。 なんかわかんないけど、誹謗中傷に対する謝罪みたいな話になってさ、お前、シラフであれだと、いやいや、まあ、俺も滅油だったけど、俺がずっと降ってた、あ,あ、そうか、そうか、そうか、じゃあ、じゃあ、俺が、あれだ、俺はじゃあ、あれだな、楽しんじゃってたな、あれだ。俺、あれ、楽しんじゃつだ俺うん。差別はしません、絶対に。意味がない。意味が分かんなかった、あれ。何言ってんだ、この人はって。あの、名古屋の配信した後にさ、なんか3、3通まあ、四つぐらいなんか、視聴者からメールが来たんだよ。そう。 よっちゃんをおもちゃに使うなとかさ、まあそれは本当に、まあね、そういうふうに見ちゃって申し訳ないなと思ったんだけど、あの、なんか逆にさ、なんつったっけなのよっちゃんは本当に優しいですね。あなたみたいな差別主義者の人に対して、あのー、なんかこう、なんかこう、うまーく気づかせるような、あのー、なんかこう、諭し方をしてくれて、つってそう。え、それ、何あれ、俺のこと言ってたのって思って、あれ。そう。あ あれ俺のこと言ってたんだと思って。ひでえなと思って。じゃあなんかね、あとこういうのもあった。なんか、その、なんかこの、純一とか、あの、布団ちゃんとかがネットとかでなんか良くないことを言ってて、で、あの、それに対して、なんかこう、やんわりと彼らにこう伝わるようにやってくれて、本当に彼はいい人ですねって。いい人でもあんでもねえよ。だったらさ、あの、本人に言えよと思って俺、それ。そんなの。 おだまされてるよそれって本人にそれは言うだろうって逆にお前陰口と一緒だよそんなのっつっていい人じゃねえよってさめちゃめちゃなんかあげられてさうさ、ん、本人に言ってますよ逆に悪い人だよっつってそうなんかなんか筋通ってねえなと思ってで見てブロックしてる <laughs> まあいいやってめんどくせえっつっては <laughs> い受信拒否受信拒否はい受信拒否受信拒否っつってさ 純もよっちも、よあの、よっちに政治の話させるの好きだよ。<laughs> わかんねえ。純一もそれやってんだ。最近ね、バロランと一緒にやってるらしいけど、してるそのムーブ。純一も。わかんないですけど。やってるやってるこれね、多分ね、あのー、多分、私たちが性格が悪いわ、それは。あのね、ちょっとさせてみてださい。そう、そう。ちょっと遊んでるところがあるわ、それは。確実に遊んでる。うん。それは。うん、俺もいけない。俺もいけない。うん、俺もいけないけど、 あの、まあペラ,ペラ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 。まあね、あー、あのね、あのー、パブガメに関してはね、でもペラ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 、喋ってくれるから、そう、あれはね、ちょっと本当に申し訳ない。私が申し訳ない。いや、本当に、ま、でもね、なんか仲良くやらせてもらってるんで、なんだけど、<laughs> やっぱり見てる人がしちょうと、あの、鈴木義久ママが出てきますね、やっぱりね。うん。よっちゃんとね、もしかしたら、 わかんないけど今計画してるのがもしかしたら夏にね韓国行くかもしれない単純になんか旅行でそう天狗ちゃんとはえー、っと本当は今日パチンコ一緒に行こうかっつってだから6月4日がめちゃくちゃイベン,イベントでこう暑い日があって行く約束したんだけど俺がポケモンクリアできなくて、うん、悪いちょっと あの、やらしてくれ、っつって。今度にすべ、つって。え、スギちゃんベスト、デニムジレって言って、今年のトレンドフェ、ええー、そうなんだ。デニムジレ。流行るんだ。デニムジレ。これな、なんでコヒペできないのこれ。はできねえや。デム、デニムジレ。へえ。たまた、こういうのでさ、 なんかあのバリーみたいでよくないあのバイオの。で俺こうやって俺あの襟立てからこうやって。で昔ねあのー、まあこう配信のノリでね えー、ま、あの、たぶん、純みたいな曲を、あの、ね、あの、ふざけて作ったんですけども、それもパクリなんですよね、正直。うん。あれも。パクリなんですよ。ほんと。実は。ね、オリジナリティはないです。はい。そう、福山雅治の、あの、曲を。<music> 「靴のの闇がせめぎ合って」「うどんでて自分を失くしそって」「どうようし走れるかい」「風のような街を」「熱い鼓動 じるか「今もまた」<music> っていうような曲を僕は「<music> おめえら聞いてるかあいつは単純 あいつはトイベルトをあの時間楽しくないあれじゅんあったぶんじゅんファイヤーエンブレムトルネコモンスターファーム何だっなんだじゅん っていうようなあの曲があったんですけどまああのやっぱり手続き記憶なんですよね、うん、手続き記憶うんなかなか忘れないでも歌詞は忘れたわあ,れあの時ってさ俺がニコ生で安価でギターっていうことやってたんですよえー、それでは888番 たぶんあわ分かりましたじゃあ今から多分んを歌いますみたいなあのあ時って多分,多分風」っていう、えー、誰の曲でしたっけちょっと分かんないんですけどその曲をもじって、あのー、コメントした人がいてサカナクションかそうそうそうでたぶんっていうことを言ったもんだからああで俺もそこですぐにこうやってあ多分多分、まあもうたぶん潤たぶんじゃあこういう歌詞でいこうかっ,ってもうやったのがまあ本当にねあのー、なんかこう対立煽りをさせるような曲になっちゃって本当に申し訳ないなと思って。 うん、で、あの、俺がダチョーブ始めた時に、あのー、多分ん、ジュン、お前にめちゃめちゃブーメラン刺さってるやんけーっつって、まあのー、まあ、いろんな人たちから、あのー、まあ、中傷を受けたっていう。まあ、そういう話でございます。はい。いや、一回ありしてえなーガチでさ、なんかちょっと、一週間ぐらい練習して、カラオケにギター持ってってさ、もうカ,ラカラオケじゃなくて、ライブしてえわ。一回。うん。路上ワンマンライブ。あ、ね、あれってさ、許可っていいのかな なんかほら新宿のさ、あのー、なんだっけ、タクシーのとこ、なんだっけあれ、アプタみたいなやつ。新宿のタプカみたいな、アプタみたいな。なんだっけ、あれ、新宿駅のタピカ、あ,あるたいや違う、あるタじゃない。なんだっけ、パスタ、パスタみたいなやつ。バスタ。そう。バスタ前とかやってんじゃん。あれ、あそこで大体やってるけどね。あそこは邪魔だなっていつ思ってるよ。まあまあ、確かにかも、まあ、わからなくもない。わ、うん、からなくもないわ、あれ。わ、うん、からなくもない。 火曜日はか水曜日はをみたいな感じで。ああ、いいね。月から金木水、働いた。月から水木金、働いた。春中春中風。 もうダメダメダメ。今日も行く。じゃじゃっちゃじゃっちゃっちゃっちゃ。いいことあるから。ふふふふくん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 。時もある。今日はくんくんくん。 <laughs> あのギターのさボーカルの子俺マジぶっ刺さりなんだよな俺さあのカラオケ行く時とかもこれ本当に迷惑だって分かってるんだけど悪いこのプロも見てえからさちょっとししゃものこれ見さしてくれって歌わねえんだけど見てんだよな、うん、俺あの子すっげえ好きなんだよかわいいよねししゃものあのー、ねマイアミパッツンの子 今、TikTok やってんだ。えあ、そうなんだ。死者も今、TikTok でバズ、あ、そうなんだ。見たいわ。うん。見たいわ。るが、るが、ダンス、ダンス、はあれ、めちゃめちゃ聞いてたんですよね。うん。オーサムシティークラブ、めちゃめちゃ聞いてた。超好きだったんだ、ほんとに。あのー、あたぎさんともう一人、パピコちゃんじゃなくて、嘘つき、こう、 嫌だっけ間違いでもなんかそのね、あのー、最近聞いたら、あれなんだよな、ベースだかなんだかの人がもういなくなっちゃったんだよな。うん、ポリンちゃん、ポリンちゃん。めちゃめちゃ好きだった、ポリンちゃん。ほんと。アタギさんだった時、クソ嬉しかった。なんだっけ、ニコ玉音楽王だっけ。その時に俺見に行ってたら、アタギさんがいて、そう、俺の名刺の裏にアタギさんのサイン書いてもらった。 あの時もめちゃくちゃ、結婚式の前には実はあっ,ったことあるんですよ。すっげえ嬉しかった。で、俺クソ緊張して、俺すごい好きなんです。今夜だけ君に愛してるって曲、っつって俺クソ間違えてて、すげえ、お、おーって,ってあれ俺間違えてると思って、でもダメだ、なんか思い出せねえっつって、あなんかでも本当に好きなんですって信じてください、みたいな感じで。本当にね、俺、自分で間違えてるって分かってたんだけど、テンパってテンパって、ほ、うんと。 食いねあの、テンパッチャーさんであの時。いやマジ好きっすよあと。そろそろ離婚理由を話してくれよ。まだだめだな。やっぱり、まだだめだ。うん。まだっていうか、多分本当にそれはもうね、まだだめだ。うん。まだだめ。絶対ダメまだっていうか、まだだだ。うん。ダメダメだめ。だめだよ。そう、プライベートすぎる。俺だけじゃないから、本当に俺だけじゃないから。そんな、みんなもさ、 迷惑かけるなよとかって言いながらさ、だってこれを、この発言ってめちゃめちゃ相手に迷惑かけるからな。だからさ、まあそこはいいよ。俺なんてさ、ね。皆さんの残り50年、60年なかった一瞬だから。そう。一瞬なの。だからいいじゃない。ね。昨日なんでールで起こってたのか教えてくれ。気になって眠れねえよ。その理由を言うと、あのー、答えにつながっちゃうから、言わないんじゃなくて言えない。これね、 本当にね、あのー、自分のお世話になった人とかさ、知り合いの配信しない人たちにさ、やっぱこう、迷惑かけたくないからさ。そこは触れるなって。本当そういうとこは。マジで。偶然だと思わない。思わない。思ったとしても、あのー、そんなんわかんないから、ダメ。そこまで制御できない。そこまで一視聴者に対して、 おもんぱかること俺ははできる能力はないああこれは偶然かもしれないからなとかさそんなことはできない俺はマジでできないそこまでする義理がない俺は離婚した時どんな気持ち絶望感するのかうーん,なんかまあ多少あったんだろうなどっちかっていうと祝っ,てくれ祝ってくれた人たちに申し訳ねえなっていう気持ちがめっちゃ強かったわそういや別にこれはあの 全然大丈夫なんでそう俺はね、俺のことだから、挨拶してくれた人とか、なんかこう、いろいろね、協力してくれた人とか、そう、そこがやっぱちょっとね、あのー、感じたわ。そう。だけど、まあ、そこで多分、ガーっていっちゃうと、あれだから、でもまあ、俺、こういう性格だからさ、やっぱり1、一回はこうやって踏むんだよ、その地雷を。だけど、まあ、ゲスだと言われても何でもいい。まあ、別にでもし 俺の人生だし、いっかっつって、なんかもうあれした、前向きというか、なんかもうあれした、耳を塞いだ、まあ別にいいやっつって、知らねえっつって。で、もうそれでだって、逆になんかそういうのが俺の今のパワーになったじゃあもういいや、好きなことしようっつって、仕事も辞めて、配信すんべっつって。逆にでもなんか本当にね、そういうきっかけがなかったら多分やってなかったからな、な絶対やってなかったよ、本当。脱サラして。 マジでやってもらったと思う。本当にね、真似してほしい。死ななきゃ別にいいや理論。すっげえ寂しくなったら、本当に宇宙の動画見て、まあ本当に宇宙ってこんな広いのに、なんでこんな広い中のちっぽけの俺はこんなことを考えてんだろうっつっ別に、い,いかっかつって。宇宙理論、死ななきゃいい理論を、なんかまあ、感じれば、そこそこ屈強なメンタル取れんじゃねえかなと思うんだけどな。 うち、俺俺が,俺が大事にしてるのはあの死ななきゃ理論宇宙理論、うん、あとはてめえらくあの俺に気は向いたら三倍に返して殺すぞ理論 <laughs> その三つうん、俺本当にそれでそれが俺の中のあのマインド本当、うん、あまあそうかあと思考練り論かその、まあ、それはねそそうそう、思考練り論はマジで本当に大事ヘアゴムがあればね いろんなファッションで配信できると思うんだよね。ああサングラスってすごいよな。かけるだけでなんかノンバーバルコミュニケーションがあるよな。かけるだけで非言語の何かを伝えれるよな。ほんと。 すごいと思うサングラスの魔力ああ魔力すごいねやっぱねうんサングラスの魔力ってすごいわやっぱなんで配信部屋の多分ねあのー、俺昔龍が如くゼロを実況したことがあってその時にオープニングで「てめえ 今から松本さん、ラツモスルーがンとく実況するから、よく見ててくれよな今から、何々組を今からなんとかするさかい今から、なタオリンだろなんだろそんなの飲まずに、自分のこことここだけで行くさかい見ててくれよなよみたいな感じの、あのー、実況した時があった。うん。そう。そのアーカイブは消えて、もうない。<laughs> そんな時期もあった。 俺もね、アーカイブ見てたら、見てる時はさ、コメントなかなか見れてないんだけど、あのアーカイブ見たらクソスベッさ。よかった、消えてと思った。クソスベッさ。いや、これね、あのスピーダーやったほうがいいよ、コメントの言う通り。剣の前じゃなくて、もう、もういらない。鬼オオく君、もう剣の前いらないよ。 もういらない、もういらない、もういらない。これ急所引いたら死ぬんだから。はあ、引いた、引いた、引いた、これ引いたわ、これ引いた。はい、おしまい。<laughs> <laughs> <laughs> はい、これもう、だって、まあまあ、スピーダーやってもや、あれだ、ね、意味ねえな。うん、これ。うん。これはまあ、これはもう、しょうがないわ。よくやった。これ逆にね、あの、16分の1だから、えー、っと、何番だ6 5六61が6、6530。 まあ点何だけど7%ぐらいなんだけどよくよく頑張ったわよく頑張ったよく頑張ったよく頑張った逆にトだからントを今何連したんだろう北斗無双無双点数だったらめちゃめちゃ頑張ったわよしオニア, <laughs>、うん、ア頑張ろうなよし消したうんよしオニア頑張ろう俺と一緒に頑張ろうな よかった。うん。よーし。いや、これ大事。あのー、これね、自助、あの、自助グループ。あの、アルコール男子会自助グループで一緒。うん。同じような、あの、思いの、同じような状況の方が一緒にいると、俺も頑張れる。うん。よかった。よかった、良かった、良かった。うん。そう。よかった、ありがとう。